皆さんこんにちは、鹿児島ネット FC 応援リーダーの田辺豊です。感謝。今日の企画はですね、世界ゆるスポーツ協会というものがありまして、その方々が考えられたゆるスポというものをちょっと皆さんにご紹介させていただこうかなと思います。こちらの動画をご覧ください。どうぞ。行きました。頑張っていいお題、いいな。100年後花様、行きました。顔がすごい疲れました。疲れましたよね。気持ちいいですね、やっぱ勝てると。 Thank you for the game, it was really nice. ありがとう。顔も筋肉だし運動だし、そういう意味ではスポーツだなって思うと、スポーツに対するイメージというか考え方っていうのがこの2時間で変わりました。せーの、1、2、ゆるゆるし、いける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 、まだいける。じゃあ第一予選お疲れ様でした。バトンつなぐって感じですよね。おー、 5G 行ってるな。はい、ということで今ね見ていただいたのがゆるスポというスポーツなんですけれども、それを今日あるゲストの方をお呼びしてまして、3つの競技を対戦させていただいて皆さんにこう魅力をお届けしていければなというふうに思ってますので、そのゲストの方が体験したことある方なので、このゆるスポいろいろご説明いただきながら一緒に楽しんでいければなと。もちろん勝負なんで負けたくないなという気持ちを持ちながら、しっかり勝ち越し終わりたいなと思います。行ってみましょう。はい、ということで、J リーグの社会連携本部部長、鈴木純さんです。J リーグの川崎フロンターレでホームタウン活動を、担当されていまして、で障害者の方々をスタジアムの就労体験だったり、アウェーのチームの発達障害の子どもたちを試合に招待する活動など、多くのこう地域貢献活動をこれまで川崎フロンターレというチームでされていて、今は J リーグの社会連携本部の部長をされている。主に今はどういう仕事をされてる？今はですね、各チームがいろいろやってるそのホームタウン活動とか、社会連携活動とかを推進する役目なので、皆さんがやってるのを他のクラブに、例えば鹿児島こんなことやってるよとか、じゃあそれうちの地域も取り入れようかなとか、そういったことをですね、横パスを出し合いながら、固く言うとその共生社会の実現っていうところのゴールに向かって、今みんなでパスし合いながらそのゴールに向かってるっていう感じですかね。ありがとうございます。はい、で今日は純さんは経験したことがあるゆるスポ、ゆるスポ、そうですね、という競技をさせていただこうと思うんですけど、以前澤田さんという発起人の一人の方とお話をさせていただいた時に、はい、ぜひやってくださいっていうことを言ってくださったので、はいはい、今回は経験者である純さんと対決していこうじゃないかと。あ、いいですね。今回やらせていただく競技が眉毛リフティング、眉毛リフティング、はい、はい、ドライアイソー、ドライアイソーで、最後がフェイスビルディングと。フェイスビルディング、フェイスビルディングに関しては最高記録を出してるのが鈴木純さんなんですよね。この間なんかイベントで、オンラインイベントで澤田さんとやらせていただいて、その時今までで過去最高だっていうふうに澤田さんが言ってたので、手元の数字では126回だったんですよ。はい、いろんな動画見てきた中で多分最高新記録でした。おお、勝負ごとはやっぱり負けたくないので、確かに一生懸命やらせていただこうかなと思います。はい、子どもも障害者もお年寄りもみんなが楽しめるスポーツ、かつその普通の大人が勝てないというか、障害を持ってる人たちの方がむしろ強いとか、もともとのそのスポーツが得意じゃない人がヒーローになれるようなのを一生懸命澤田さんが考えていらっしゃって、もともと澤田さんがスポーツ音痴なのでなので自分が勝てる、澤田さんに怒られないです、大丈夫、大丈夫ですよ、澤田さんずっと自分で言ってますから。 なんで自分がこう活躍できる、自分みたいな人間でもスポーツ楽しめる競技をいっぱい作ろうっていうことで、ゆるいスポーツを作るっていうのがもともとなんですね。だからさっきちょっとお話しした社会連携の共生社会への実現っていうアプローチの仕方がね、ゴールは一緒なのでそれぞれのアプローチの仕方があるんですけど、そこがこう今日は手を組めばまたできることが増えるんじゃないかと楽しみにしてます。そうですよね、健常者も障害者も関係なく大人から子供までみんながこう一緒に楽しめるゲームと。そうです、そうです、そうです。なのでいつか鹿児島でゆるスポーツ鹿児島版をぜひ作ってもらいたいなと思ってますね。で町おこしとか地域おこしとか、あとは地域の人たちの楽しみの一つとして作ってもらえたらいいんじゃないかなってすごく思います。ありがとうございます。それでは早速ゆるスポを始めていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
はい、じゃあ、ジュンさん、まずは眉毛リフティング。はい。ウェイトリフティングですよね、普通は。そう。要はこう手がね不自由な方とかね力がない方リアルにリフティングできないので眉毛さえ動けば誰でもこの人面白いですね表情的にそう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 、ね、楽しいよねみんながこうこの画面になってるだけでみんながファニーな感じが一回練習してみますよしやってみましょうはいそれではいきましょう、はい、レディーゴーこれ練習なんでね、本気出したらちょっと結構、結構疲れる。あ、ジュンさん本気出してない、しまった。よし。こんな感じかな。すごっ。はいはいはい。なに、96、96? 96? すごいね。はい、僕ちょっとこの辺動かすの得意なんですよね。それあれじゃない、なんかこう、髪型でさ、画面がこう、髪の毛と眉毛が、いやいや、分からなくならないとかって、そういう利点があるんじゃない。カメラがよく眉毛を捉えやすいとかない。それもしかしたらあるかもしれないですね。あるかもしれないですけど、ないと思います。ない。はい。じゃあもう本番いっていいですか、ジュンさん。やりましょうか。よし。本番いきます。レディー、ゴーおやめ疲れてきた来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 たあーこれ結構疲れますねこれ 眉毛だけ動かそうと思うと結果死んだそうそうなんですよ 目も作っちゃうんですよもうわーやるねよしさすが鹿児島が生んだスーパースターだけあるよいや眉毛リフティングの一応サッカーやってたんでこれめちゃくちゃ疲れないですかこれずっとやってたら疲れるよねこれやっぱスポーツですよこれはスポーツなんかパソコン仕事してた途中にやるとちょっといい運動そうですねということでジュンさんが87回まあ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 僕が114回でうん僕の勝利ということでじゃあもう早速ですけど次行きますか次行きましょう次のゲームはこれはどういった競技でしょう、ジュンさん。まあ僕が作ったわけじゃないんで何でも言えないんですけど、確かにこれ、目を開け続けてなきゃいけないね。はいはいはい、はい。まぶたを閉じると、はい、カメラが反応して、ストップウォッチが止まるんですよ。何秒までずっと目開けっぱなしでできますかっていう。とりあえず練習してみましょうかね。はい。いきます。よし。なんかコツあるんですか、これ。コツは、視点をどっかに合わせなければいけないです、多分ね。なんか意識遠く行っちゃってるような感じの目で。無になる。わかりました。はい、何も考えちゃダメ。じゃあ行ってみましょう。はい。とりあえず、レディー、ゴー。あー、入り方ミスった。決まった。でね、これ途中でわかんないに、タイマー消えるんだよね。あ、そうなんですね。僕も閉じちゃいました。そうそうそう。 うわー、いった。ちょ、ジュンさん、すごい。あ、これいけんじゃない俺。すごい、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 すごい。全然いけてる。え、人間じゃない。多分まだいける。いけるか。僕なんか恥ずかしいことになってるんですけど。でも、あれ、おぉ。あ、すごい !34 秒でもこれ練習なんで。これ練習、練習ね。はい、やべ、やべ、練習で開けすぎた。練習で開けすぎた。いやー、じゃあ本番行きましょうか。もし、これ学校訪問とか今できない中でねみんなが子供と一緒にできたら楽しいよね選手も確かにそうですねそうそうそうでこれほら養護学校のさあといろんな障害を持ってる特殊学校の子たちもみんなが一緒にできる競技だからめちゃめちゃいいと思うじゃあ本番いきましょうかよし行きましょうはいそれではドライアイソー本番いきますレディーゴーあなんかやばいあーやばいよなんかやばいよちょっとさっきやりすぎたあ一山越えたあ一山越えたやばい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 あー二山目来たやばいやばいやばい右目が右目のね下の方がちょっと危うくなってきた涙が出てきたいやそうだよねそう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 涙が出てきたけど涙出てきた楽あ閉じちゃったうわー、くそーあー、やばいやばいえ、すごい、40秒さっき超えたね、練習超えたすっ
ごい面白い、これこれ眼科の先生に見られたら怒られるの大丈夫でもね、イベントとしてね、単発でやる分にはすごい楽しい。そうそうそう、楽しい楽しい、誰でも誰でもできるもんね、目開けときゃいいだけだから。できます、できます、誰でもできる。ジュンさん、ちょっと目直してもらっていいですかこれだったんの、ずっとこのままで喋ってたね、ドライアイで喋ってた。今一生いっぱいということで、一生いっぱい、あ、これで次はね、世界記録保持者としての意地が。そうですよ、ゆるスポーツ協会会長さん認定なんで。じゃあもう公式記録じゃないですか。はい、公式記録ですよ。126回を、鈴木純さんが記録を持つエースビルディングという競技に移っていきましょう。純さん、この競技はちなみに経験者ということで、もう今映ってるだけで面白いんですけど、どういうのでこう競争する競技ですか。これは、はい、顔をね、くしゃ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 っていっぱいやると1カウントになるな。あ、じゃあこれ普段こう変顔とかしなそうな人にやらしたりしたら面白いような。そう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 、なんかすごい一生懸命ね、みんなが頑張るんですよ。これも20秒ですよね、確か。そう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 、これ20秒で何回表情筋を動かせるか。さあ、そうそうそう、じゃあちょっとテストで、じゃあ1回テストやってみ、1回やってみましょうかね、はい、それではフェイスビルディングレディーゴー。あ、ジュンさん早い。あ、これちょっと長そう。これ疲れる疲れる。これ100回行くの疲れるよ。おー、なるほど。でもジュンさんの記録いけそうですよ、僕。これね、言うと作戦だからね、あれなんだけど教えてくれるんですか。顎の関節を結構激しく動かすと有利な競技なんですね。気がする。なるほど。やっぱこうカメラで映るじゃない。だから割とやっぱ動きが大きい方が多分認識してもらいやすいんじゃないかな。なるほど。さすが記録保持者はこう見てる場所が違いますね。やっぱこうスポーツだからね。一生いっぱいでしょ。今一生いっぱいなんで次で勝負決まります。ジュンさんの記録が126回が今公式記録。公式、はい、公式世界記録。世界記録を更新したいなと、はい。やりましょう。絶対に負けられない戦いがここにあります。それでは最終対決、フェイスビルディングレディーゴー。あー、見えない、カウンター見ないで、ゴム。あー、疲れた。あ、よし、ジュンさん、いた、世界記録更新しましたすごいね、これは。いやいや、でも100超えたからよかった。今日ちょっと調子悪かったんですかね、表情筋の。今日はね、ちょっともうちょっとあれだな、やる前にリンゴとかさ丸かじりしてさ、顎の関節とか使っとけばよかった。アップ不足ってことですね。おお、そうそうね、そうほら、あ、女性になった、女性になった、なんかよくわかんないけど、すごい、どうしてなったかがわからないけどなった。なん、あ、手をカメラにかざすと変わりました。もあ、女性バージョンもあるわけですねすごい。玉森君はいくつだったの。144回でした。すごい、キングオブ表情筋だねなんか嬉しいような嬉しくないような嬉しいですね、ありがとうございます、うん、で結果としては鈴木純さん112回、僕は144回と。いや、楽しかったよね。3回だけやってね、2人でやっても楽しいから。いや、確かに2人でやって楽しいってなかなかないですね。そうだ、これファン感謝デーとかさ、チーム分けしてチーム鹿児島とチームユナイテッドにしてさ、ファンがどっちかを応援するみたいなね。面白いですね。それでみんな応援する方の選手の顔にナイス表情筋とかチャットでコメント打ってもらって、そう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 、でそれで面白いコメントにプラス1点とか。ああ、いいですね。それこの間の澤田さんの大会でもやってて、なんか赤組青組みたいにして、なんかこっちのコメント面白かったんじゃあこっち10点プラスみたいなのとか。それも緩い感じで判定、緩い感じで、そういうのも面白いかな。J リーグ対鹿児島ユナイテッドは鹿児島ユナイテッドの勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。お付き合いいただきましてありがとうございました。とんでもないです。これこの YouTube チャンネルは見た人何なんだっていう感じはしますけどね。このゆるスポって本当に最初に言われた、障害者でも健常者でも大人から子供までみんながこう一緒になって楽しめるスポーツっていうのを、何かこのゆるスポっていうもの、僕も魅力でありますけど協力して広めていきたいなっていうのはありますので。いや、ぜひぜひ。ユナイテッドのサポーターの方たちが見てらっしゃると思うんですけど。ああ、そうなんですね。一言いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ユナイテッドファンの皆さん、サポーターの皆さん、ご覧いただきましてありがとうございます。サッカークラブは本当に地域があって初めて成り立つクラブでもありますし、地域が安全で安心でみんなが楽しくしていただいて初めてサッカーもできるので、まあ、ぜひぜひユナイテッドを使っていただいて、まあ、ユナイテッドを応援していただきながら自分たちが住む地域を一緒に豊かに、ハッピーにできていけたらなと思ってますので、まあ、できることできないことたくさんあると思いますけど、どしどしユナイテッドの方にあれやりたいこれやりたいとかこうしたいっていうのを遠慮なく言ってもらえたら、きっとクラブの方も嬉しいと思いますし、鹿児島の誇りになれるようなクラブに育っていけると思いますので、ぜひこれからも応援していただいて、一緒に楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございました。ということで、J リーグ社会連携部本部長の鈴木純さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。